Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は天才の7つの習慣シリーズのコラムその4として、IQ が20違うと会話が成立しないについてお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたは IQ が20違うと会話が成立しないってことの説のですね、嘘か本当かが分かるようになって、あなた自身のその自己認識力、特にあなたがそれに当てはまる、そういうふうに感じるって方はですね、その自己認識力が深まってコミュニケーションに役に立てていただけるというふうに思います。なのでどうぞこの動画を最後までご視聴ください。今日はですね、ぜひこういう方にぜひこの動画を見ていただきたいって方がいるんですね。どういう方かというと、僕は私は社会不適合者なんじゃないかとか、社会で働くために全然僕は私は適してないんじゃないかとかですね、あるいは僕は私はすごく孤立しやすいんだとか、一人ぼっちになりやすいんだとかですね、あるいはこう弱々しい、僕は私は弱々しいんだとか、いじめられやすいんだとか、過去に実際にこういじめられてきたとかですね、学校とか社会とかでですね、あるいは他人にこうなかなか理解されないとか、そういう方にはぜひですね、この動画を引き続き見ていただければなというふうに僕は思うんですね。はい。今回は IQ が20違うと会話が成立しないの、通じないのっていう、こうテーマでお話をさせていただきます。はい。結論から申し上げます。結論はですね、 IQ が20あるいはそれ以上違うと会話はですね、これ成立しなくなる確率が高くなるんですね。はい。 IQ が20違うと会話が成立しなくなる確率がぐんと高くなる、これが僕があなたにお伝えしたい結論なんですね。はい。でこれはですね、僕自身のその体験も交えて後ほどお話をさせていただくんですけれども、こういう、こう研究結果があるわけですね。アメリカでですね、20世紀のアメリカの心理学者でリタ・ホリングワースさんという方がいたんですけれども、このホリングワースさんがですね、研究をされたんですね。でその研究の中で、見出したその結果というのが、何かというと、こういうことを言ってるんですね。同年代の人々の中で、リーダーになるためには他の人よりも IQ が高くなければならない。はい。これは納得いきますよね。あなたも僕もそうであろうと思いますよね。同年代の中で、例えば会社でもグループでも部署でもいいんですけど、そういった人々の中でリーダーと呼ばれる存在になるには、その下の面倒を見ていかなければいけませんし、こう率いてですね、面倒を見るっていう方はちょっと語弊があるかもしれないんですけど、成長の手助けをこうできるような、はい、資質を持っていなければいけない、そういう意味からも他の人よりも IQ が高くなくてはいけない、ならないっていうふうに彼女は言ってるわけですね。でどれほどじゃあ IQ が高ければいいのかっていうことをですね、考えると思うんですけれども、ホリングワースさんがこう言ってる目安というのは、だいたい130から150ぐらい、IQ130 から150ぐらいの IQ の高さを持つ人が、リーダーに的確なんだっていうふうに言ってるわけなんですね。はい。でさらにですね、ホリングワースさんこういうのも言ってるわけですね。リーダーには130から130ぐらいの IQ の人がふさわしいと。だけれども、しかしですね、 IQ170 以上、要は170以上ぐらい高い人、180とか190とかですね、そういう人である場合は知能が高すぎてしまって、彼らが一般的に出会う、その日々の生活の中で出会う人たちに理解されないと。で理解されないがために、コミュニケーションが上手にいかなくなってしまうっていうふうに言ってるんですよね。はい。だから、何が言いたいかっていうとですね、高すぎてもいいことはないんだよって IQ って、っていうふうに、ホリングワースさんは言ってるわけです。はい。もう一度言うと、高いことが、リーダーシップには求められるけれども、130から150程度ですね。だけど170以上になってしまうと、知能が高すぎてしまって、日々出会う人々になかなか理解されないと、理解されづらいと、そういうことがこう多々あってしまうと。そして、結果としてコミュニケーションがうまくいかなくて、すごくこうストレスを感じてしまう。これを結論として、ホリングワースさんはこの研究の中で言ってるわけですね。はい。で、あなたはどうでしょうかね、当てはまりますかねなかなかこう理解されないとか、あなたがこう思ってる考えだったり意見だったり気持ちが、こう何かこうその周りの人ですね、例えば家族でもいいし、あなたの友達でもいいし、あなたのその社会で会社で生活するときにですね、同僚にこう意見を交わすときでもミーティングでもいいですね、そのいかなる場面においても何かこうあなたの意見をこう言うときに何かこう理解されないとか、はい、そういうふうに感じたことって
最近、あるいはまあ広がってですね、もう生い立ちからでもいいんですけど、子どもの幼少期とかでもですね、小学校、中学校、高校とか大学も含めてですね、何かそういう経験が、ああそういう経験があったっていうことありませんかね。なかなかあなたがこう理解されなかった、そして、まあ、理解されないがゆえにこうコミュニケーションがうまくいかなくて、まあ、辛いとかストレスが溜まったとか、もどかしい思いがしてしまったとか、まあ、そういう経験ってあなたにはあるでしょうか。はい、僕にはですね、たくさんあるんですね。はい、僕自身 の IQ がどれぐらいかっていうと、これは別の最初の動画でですね、今回のシリーズでお話をしてるんですけれども、興味がある方はですね、ぜひその天才の7つの習慣シリーズの最初の動画を見ていただければと思うんですけれども、大体その知能テストをやった結果、僕の IQ というのは、150から170ぐらいなんですね。だからまあギリギリリーダーシップに、的確とそのホリングワーさんが言ってるような150からその、触れてしまってですね、170ぐらいに今っていう結果が僕自身は出ているんですけれども、その僕がですね、その振り返った時に思うことは、結構その友達においても、あるいはその仕事っていう文脈においても、結構理解されないっていう瞬間が多々あったんですよね。で、それはもういろんな文脈で、例えばそのプライベートもそうだし、仕事においてもそうだし、いろんな文脈でこう、理解されてないな、そして辛いなとか、理解されない辛さってあるんですよね。そういうことをこうずっとこう苦しみながらというか、辛さを感じながら僕は生活してこう生きてきたっていう事情があるんですよね。例えば一つで言うと、もう友達とのこのやり取りの中で何かこう自分が何かこう腑に落ちないことがあって、それをこう言いたい時に、こう言ってるんだけれども、何かこうそれが伝わっていないとか、で、あるいはそれがこう曲解ではないけど誤解されてしまって、間違った方にこう解釈されてしまうとか、はい、そういった場面が結構あったんですよね。で、そういった部分をちょっと振り返った時にですね、この知能テストを僕は受けて、ハイレンジ IQ テストっていうんですけれども、それを受けてですね、自分の IQ が150から170ぐらいで、それが理由で、それが全ての理由とは僕は思ってないんですね。もちろんその僕自身 その表現の拙さとか、幼稚さとか、伝え方がもうちょっとうまくできたのにとか、タイミングがもうちょっと よくできたのにとか、それはもちろんいろんな理由があってですね、僕の落ち度の部分も多々あるとは思うんですけれども、それにしてもですね、一つ その要素として、理由として、数ある中 その一つの理由として、その IQ の違いっていうのが、コミュニケーションを阻害する因子、要子、要因になってるんだっていうこと、はい、それを理解したときにすごくこう腑に落ちたし、先ほど言った自分 その経験から鑑みてですね、すごく腑に落ちたし、こう心の平安というか納得、だから、それが理由じゃ全部じゃないかもしれないけれども、それが一つの理由となってこういうことが起きてしまってたんだっていうことがこう理解できたときに、すごくこう慰められたし、心の平安が与えられた、っていう こう喜びというんですかね、それをこう感じることができたんですね。はい、なので、あなたがですね、もしなかなかこう人に理解されないとか、あるいはなんかこう理解されないからこうコミュニケーションが難しい、自分はコミュニケーション下手なんじゃないかとか、もしあなたが思ってたりとかですね、あるいはこうなかなか自分の意見が発言しづらい、するのが苦手とかで、なかなかこう人に分かってもらえなくて、こう悶々としているとか、あるいはこう自己主張があまり上手じゃないので、こうなんかいじめられやすいとか、孤立しやすくなっちゃってるとか、寂しさを抱えてるとか、一人ぼっちの時が多いとか、そういう時ですよね。そういう方にそういうふうにあなたがもし思っている場合ですね、はい、あなたが少しでも今僕が言ったようなことに一つでもこう当てはまっているような、僕は私はもしかしたら社会不適合者なんじゃないかとか、何にもうまくできないとか思っている場合はですね、もしかしたらあなたは社会不適合者なんかじゃなくて、もしかしたらあなた自身 その知能 IQ というのが高いから、あなたの周りの人とのコミュニケーションがうまくいかないなってしまっている、その一つの要因になっているんじゃないかもしれないかってことなんですよね。はい、あなた自身の IQ がもしかしたら高いからこそ、あなたの周りの人とのコミュニケーションがうまくいっていないんじゃないか、その可能性があるんじゃないか、その一つの原因なんじゃないかってことをですね、ぜひもしかしたらそうかもしれないっていうふうにぜひですね、ちょっと新しい考えを取り入れていただきたいなっていうことが、この動画の一つの大きなポイントなんですね。はい、あなたが社会不適合者とか、私は理解されなくて嫌だとか、なんで視界がこうなってるんだとか、
一人ぼっちが嫌だとか、まあ、そういうふうに思っている場合はですね、ぜひ自分を責めることをやめてですね、もしかしたらその他の理由があるのかもしれない。もしかしたらそれが僕が今回あなたにお伝えした、この知能指数の違いですね、IQ が20違うと会話が成立しない、会話が成立しないというのはすごく単純化している表現ですが、先ほど僕が言った通り言い換えれば IQ が20以上違うとですね、コミュニケーションが難しくなってしまうんです、はい、コミュニケーションが難しくなってしまう。それはその差からですね、その20以上の差があるとコミュニケーションが難しくなってしまう。その理由はその高すぎて、あなたの IQ が高すぎてなかなか理解されないからなんですよね、はい、なかなか周りの人にこう理解されない可能性だったり確率だったりが高くなってしまうから、結果的にコミュニケーションがうまくいかなくなってしまう。だから会話が通じなくなってしまうということにつながってしまうんですね。なのでもしそれが当てはまるって方はぜひですね、別の動画でハイレンジ IQ テストとはっていう動画を僕出してるんですけれども、このテストを受けてですね、僕自身のその IQ が150から170点に僕は分かったっていうふうに先ほどお伝えしたんですけれども、興味がある方はぜひその動画も見ていただいてですね、そのハイレンジ IQ テストのとは何かとか、その受験方法とかですね、詳しく説明をしていますので、ぜひそちらをご覧いただきながらですね、まあ、実際に受けていただいて、あなた自身のその IQ がどれくらいなのかっていうですね、ことを、あなた自身のその目でですね、実際に確かめていただければ、もしかしたらですね、まあ、僕がその発見によって本当にこう慰めを得たように、あなたももしかしたら、あ、僕は私は実は IQ が高かったんだってことを発見してですね、それがあなた自身の引いてはあの自己自尊心の自尊心をこう育むことだったりとか、自信につなげることとか、あるいは自己成長とかですね、自己認識力の高まりにつなげていただくことができるようになるからもしれません。なのでぜひですね、そちらの動画の方もご覧いただければというふうに思っております。はい、今回はですね、IQ が20違うと会話が通じないってことについてお話をさせていただきました。IQ が20、あるいはそれ以上違うと違ってしまうとですね、あなたの IQ がもしかしたら高すぎるがために会話が意味をなさない、あるいは理解されなくて、理解されることができない、できうることがないわけですね。ちょっと難しいんですけど、理解誰もできないレベルにもしかしたらあなたがいるのかもしれないんですよね、知能が高すぎるから。でその場合は、まあ、それがそうなんだってその理由付けをですね、まあ、するためにも、それをこう腑に落として平安を得るためにもですね、ぜひそのハイレンジ IQ テストを、まあ、受けていただくことを一つ、念頭に置いていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、その高 IQ 者に対するですね、この社会の認知度っていうんですかね、まあ、それが本当にまだまだ低くて、まあ、それはそのアメリカとかでもは総じてこう相対的に全然こうなんだろう、まあ、ギフテッド教育とかもありますし、僕の知り合いでもですね、その娘さんがギフテッドで、まあ、飛び級させてもらったりとか、そのギフテッド専門校みたいなところがあるんですよね、まあ、そこにこう通わせてもらって、もうカリフォルニア大学の本当にいいところ出てですね、活躍してる方もいらっしゃったりとかするわけなんですよね。だから本当にこの社会の重要性とか認知度、認識とかって本当に大事だと思うんですよね、僕は。だから最後にあなたに何がお伝えしたいかというと、この日本社会というのは、まあ、特にですね、そのギフテッド教育とか高 IQ 者、高知能者に対する、まあ、理解がそもそも少ない、まあ、社会的にもそうだし、その個人レベルでも少ないので、そのあなたの、その僕も含めてですね、この社会全体の、まあ、高 IQ 者に対するその理解というのもぜひですね、深めるためのこの動画がきっかけになればいいなというふうに僕は思ってるんですね。そしてこの社会がひいてはその高知能者、高 IQ 者と言われる、IQ が要は130、140、あるいはそれ以上高い人、要は天才と呼ばれる人、高 IQ 者に対するその理解が深まって、そしてそういった人たちをですね、こう理解をするだけじゃなくて、こうそういう人たちの正しい理解をするんですね、いいことばかりじゃない、高 IQ なんかすごいね、へーって言って鼻高だからね、じゃなくて、そういう人たちには先ほど僕が言った弊害があるんですよIQ が高ければ高いほど弊害があって、苦しみがあるわけですね。その苦しみの要はその高 IQ 者に対する要は本質的な理解ですね、全人的な理解を、まあ、社会がしていただける日が、まあ、近く来れば僕はいいなというふうに思っているんですね。そのためにこの動画がですね、あなたの、まあ、理解の、その進化のためにですね、役立てていただければすごく嬉しいというふうに思います。
まあ、ひいてはですね、その社会の実現ですね、ができればいいなというのを思っているんですね。まあ、日本でもですね、そのメティックっていう僕が所属をしている高野球団体とかもありますし、もう一つはですね、あの高 IQ 社、認定支援機構というところがありまして、これは別の動画でもお伝えしているんですけど、要は日本で国内でその高 IQ 者と呼ばれる人を要はこう見定めて、要は発掘発見をして、そういった人たちに対するこう支援をしようというこう団体が組織ができたわけなんですね。まあ、そういう組織をまあ通してですね、この高 IQ 者に対するその理解が深まったりとか、その需要体制、まあ、受け皿ですよね、いわばその人たちをこう後押しする、まあ、支援する、まあ、いろんなその意味で、まあ、資金的にもそうだし、その職職業に対してもそうだし、まあ、いろんなその角度から、まあ、理解をして支援をするような体制が、まあ、今以上にですねどんどんこうできてくれば本当に僕は嬉しいですし、まあ、そういう社会が実現すればいいなって僕は思っているんですね。はい、今回はですね IQ が20違うと会話が通じないっていうテーマでお話をさせていただきました。はい、この動画いいなとかですね、役に立ったな、そうなんだとか新しい発見があったりしたらですね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。僕のチャンネルではですね、普段は英語力を伸ばしたい方、そして、将来海外で活躍をしたい方、自己成長したい方、そういった方に向けて日々動画を発信しています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びて、そしてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、そしてマインドセット、そういったものを身につけていただくことができるようになったり、あるいは今回のようにその自己成長のために必要な気づきだったり認識だったり、あるいは慰め励まし、そういったものを感じていただくことができるようになります。はい、なので、僕の動画をご覧いただいてですね、少しでもいいなと思ったらどうぞチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.